今回はポケカツの動画ポケフタを探す旅第4弾。ロケ地に選んだのはギャラドスと月光馬のポケフタがある滋賀県です。琵琶湖のある滋賀県に点在するポケフタ5カ所すべて回ってきた様子をご紹介します。また動画の最初にはいつもポケカツで使っている紙商品オートキャッチライトの紹介もあります。このオートキャッチライトは全世界累計15万個を売り上げた大人気商品。世界最小のサイズ感やデザイン性の良さが特徴で、ポケモンモーコアユーザーの30代から40代の世代にとても大好評なようです。動画の最後には大変お得なセール情報もご用意していますので、ポケモンモーユーザーの方はぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではオートキャッチライトのレビューから行ってみましょう。まずは同梱物です。取扱説明書、ブルークのステッカー、充電用の USB-C ケーブル、本体を収納するレザーケースも付属。そしてこれがオートキャッチライト本体です。ほんとめちゃくちゃ小さいんです。これ最新のポケモンモープラスプラスと比較してみるとこんな感じ。収納ケースの使い方は真ん中付近にあるボタンを外して本体を中に入れるだけ。この収納レザーケースも超お気に入りです。次に接続方法について説明します。まずスマホの Bluetooth をオンにしてください。そしたらポケモン GO の設定画面からデバイスサービスの接続をタップします。一番下にある外部デバイスをタップしたらオートキャッチライト本体にあるボタンを押します。すると使用可能なデバイスとしてポケモン GO プラスが表示されますので、これをタップすれば接続は完了です。2つ目のデバイスを接続するにはオートキャッチライト本体の裏面にあるボタンを使用します。接続方法は先ほどと同じ手順で OK です。オートキャッチライトが1つあれば2つのデバイスで使えるのでとても便利ですね。以上でオートキャッチライトの紹介は終わりです。ここからはポケフタを探す旅第4弾をお楽しみください。タワーハードしました。タワーハード。
ポケフタ探しの旅第4弾、琵琶湖のある滋賀県へ行ってポケ活してきました。とても暑い日だったのですが、甲賀市は特に自然が多く風も気持ちよくて、日頃のストレス発散もできた良い一日だったと思います。さて、動画を最後まで見ていただいた皆さんにお得な情報です。2024年6月4日から6月11日まで Amazon と楽天にて初夏のビッグセールが開催されます。特別価格の期間限定キャンペーンでは、ポケモン GO のオートキャッチライトが限定99名様定価1万1980円のところ、3000円オフの特別価格8980円にて購入することができます。この限定キャンペーンの期間は6月4日20時から6月11日1時59分までとなっています。動画の概要欄に各サイトの商品リンクがありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。